こんばんは、レオザ学園放送部部長レオザフトボです。どうも、副部長の菅原です。よろしくお願いします。さあ、今回はですね、ラリーガはあと4節を残してですか ねレアルマドリードが優勝。いや、おめでとうございます。おめでとうございます。2シーズン目ですか。そう、なんか本当だったらサッカートークラム配信とかでするあれなんだけど、リアルタイム分析が重なっちゃってね、そういう話にもなんなかったからな、はい、そうそう。で、その時にね、なんでマドリーの優勝が一緒に見守んないんだみたいな、怒られてそうそうそう、またどんだけ俺と見たいんだっていう別に俺がなくても嬉しいじゃん、絶対マドリーは。なんでお前マドリー言わねえんだよ、俺はお前とマドリーの優勝祝ってんだよみたいなマドリーだろってことでしょいやいやいや、別にそれはいいんじゃないですかって。なんだけどね、なんかね、前もその熱血ファンのくだりありませんでしたっけ。なんかあった、なんか途中でやめた時ね、次の日シュアーボの試合朝6時からだから、はいはいはい、なんかで、なんかもうこれもう見なくていいなこの試合っつって終わったやつね、はい俺はレオザで見たいんだってやつですね。そうそう、嬉しいんだけどねそうそう、だからちょっとこういうところで喋ってもらえたら、別にレオザはクレだからとか言われそうだから普通に俺その時に見たいやつ見てるだけだからね、うん、そう。マドリーが最初の頃はアセンシオインサイドハーフ、今季、はいはい、やりだした時はすごい注目してたんだけど、うん、からカマビンガも出てきたしみたいな、うん、クロースモドリッチやっぱすげーしみたいな、うん、っていうので、まあ、右ウィングも今ほどロドリゴ良くなかったり、バルベルデが怪我してたりとかあったから、うん、結局アセンシオ右に戻ってみたいな、はい、なるともう俺の知ってるマドリーだから、そのまんま、うん、で、まあ、普通にアラバはいいじゃん、はい、で別にそんな試合ごとになんかゲームモデル変えたりとかじゃないじゃん、うん、本当にみんながその時にさ、あのちゃんと起点聞かせられるかどうかみたいな、なんだったら起点聞かせられないやつ呼びませんからチームじゃん、マドリーって、うん、ってなると、まあ今日も勝ってんだろうなみたいな、うん、バルサもあんなんだし今日も勝ってんだろうなみたいな感じで、結果喋んなくなってるぐらいの感じだよね、はい、それすごいしね、見てたら、うん、あのモドリッチベンゼマのやつね、うん、だからそういう風になんかこう、このチャンネルのなんかなんだ、ネガティブな意味じゃなく毛色と合わないから取り上げてないだけなんだよね、うん、毛色と合うとき、あ、こうやって使ってこうなってるんだみたいなのはよく喋ってるよね。はい、あれ、アンチェロッティは5大リーグで優勝した初めての監督でしたっけ、うん、ていうかさ、前回のマドリー監督の時優勝してないんだね。そうですよね。そうだ、あれペップの時代でかぶってんの、あれ15ラとバルベルデか、ペップの、いやペップかぶってないですね、あのルイス・エンリケ、バルベルデだね、あ、ルイス・エンリケか、はい、確かに NSL 時代か、はい、あの時は確かリーグでは CL は取ってんだよ。あ、そうですか、デシマの時、はい、そうそうそう、でその後に時代になってからリーグ勝ったんだね。ああ、そうですね、はい、ちょうど MSN でリーグ勝てなかった時期のやつだ、うん、14、それでも強かったけどな。そうですよね、あの時のマドリーバルサのレベルがエグかっただけだから、うん、そうだ、あれ見て、あれ前からじゃないのと思ったけど、そういうことかってね、うん、そうですね、意外でしたね、 今なんだと思いましたけど、うん、確かに、うんうん、どうでした、まあ、今シーズン振り返ってというか。いやー、だから結局さ、本当にやっぱりね、アンチェロッティっていうのは本当一番、もしかしたら俺が見習わなきゃいけない監督かもね。おお、それやっぱり好きなのはさ、こうか、なんていうのかな、こういろいろ新たなこう知性に革命を与えてくれる感じのさ、サッカーのインテリジェンスの部分にこうアプローチする感じのオシムさんとかペップとかになるけど、うん、はい、アルテタとか、なんかこうアンチェロッティの、うん、もうなんかこう余計、なんか余計じゃないんだよ、なんていうのかな、こう素材そのままお届けする、でその素材の質にはすごいこだわるというか、うん、素材の味をいかに損なわずに出すかみたいな、うん、まあ、時々失敗しちゃうけど、うん、で俺それ思ったのが、あの優勝したと優勝パレードのさ、アンチェロッティと選手たちの写真見た、ハマキ吸ってるやつですか。そうそうそう、であれさ、はい、周りみんな楽しそうじゃん、うん、で選手たちの間に入って、こうおじさんが若い子の中に入ってボケるみたいな感じあるって言ったら、はいはい、こんなんもやっちゃうぜみたいな、うん、あれがさ、ダサくないじゃん、アンチェロッティ、うん、かっこいいじゃん、あれもあれで、はい、であの時の選手たちの顔もなんか本当、あの尊敬してる親父って感じしない？しますね。
あれだと思うんだよ結局、うん、この人と来季も一緒にやりたいなってワンチョって言ってめっちゃ思わせんじゃないかなみたいな、うん、ペップとかって勝たしてくれるしすげえいいんだけど、はい、デムライネみたいなタイプにはいいけど、うん、あ来季もまためっちゃ言われんなみたいなさ、うん、来季まで気抜けねえなみたいなさ、うん、そうアンチェロッティとかってそのね普段とか新車買った時に選手たちに新しい車の話とかしたりとかなんか駐車場で談笑してるの見かけたとかさ、はい、なんかそういう風にさこうプラオンとオフで使い分けて選手と距離縮めたりお見舞いめっちゃ行ったりとかさあはいファミリーだってやつですねそうそうそう、うん、いい部長感半端なくないアンチェロッティってうん。いい距離感ですよねあれぐらいがそうなめられずに、うん、尊敬される優しい部長、うん、でアンチェロッティって下とも上とも揉めないじゃん、うん、で解任される時もさなんか解任する側がアンチェロッティにごめんねって言ってそうじゃないお前使えねえからダメだよじゃなくていや本当アンチェロッティさん今回すいませんみたいなあなんかちょっと選手から意見が出ちゃってみたいな。でとか、なんか今回こういう風になったんで、もう守りきれないっすみたいなとかさ。はいはいはい。なんか、いや、大丈夫っすよみたいな。まあ、また今後、機会あったら絶対お呼びしますんでとか。はいはいはい。なんかそのアンチェロッティのなんか全部と揉めてない感じというか、うん。で、舐められてもない感じ。うん。なんかすごい、それがね、あるようでないし、教えられないから、絶対その能力って。はい。そういうおじさんいないなんか絶対的ななんかこう凄みがあるわけじゃないんだけど、はい、みんなこの人のこと好きだなみたいなおじさんいるじゃんいますねなんかこうなんていうんですかねなんか国民の親父感っていうかそうそうそうなんていうんですかねなんかさバーとかでもさ別にめちゃくちゃ稼いでるとかビジネス展開してるとかいう親父じゃないんだけど、はい、いろんな金持ちがそのおじさんのことは一目置いてるみたいなおじさんいないうんなんかなんていうんですかねこう懐に入ってくるというかそうだし包み込むからどっちかってああそうですねはいそうそう絶対自慢とかしないんだよ、うん、なんだけどでお金とかも別に持ってないかもでも持ってるかもしれないみたいな、うん、なんかねああもうこの人といたいなっていうか、うん、かっこよくないけどモテるみたいないつもいい女連れてんなみたいな、うんはい、そうなんかアンチェロっていうのあのイケオジ感っていうの、うん、あれなんだよねだから結局確かにそうですね、なんか男としてああいう風になりたいみたいな、うんうん、監督とかはさておき、ちょっと男として憧れる要素がありますね。そうそうそう。なんかアンチェロッティってさ、まあ、バイエルンとかでも別に大成功、リーグ優勝したけど、その後あれになっちゃったし、うん、ナポリもある程度キープしたけど、やっぱりそんなに良くなくて終わってたりとか、はい、まあ、あれだよね、エバートンも、要所要所ではリバプール倒したりとかして苦しめたりでいいサッカーするけど、うん、でも別にチーム変革するまでやってないじゃん、うん、でもなんか去る時もリスペクト込みで去られてて、うん、格落ちてないっていう、うん、だって普通さあのキャリアでエバートンまで行ったらさまたマドリの監督になるっつって、うん、ちょっと時代遅れ感とか出るじゃんそうですねでもマドリの監督にさアンチェロッティになるってなった時、うん、まあ、それありだなってなったもんねうん、ジダンの後でさモーリーニョだコンテだとかいろいろ話出てたじゃんはいでアンチェロッティに落ち着きましたってなった時まあそうだな、うん、この格落ちない感じ、うんうん、だから俺アンチェロッティはなんていうのかなこう、うん、なんか種類の違う尊敬の仕方してるんだよねペップとかと、うん、なんか間違いないですもんねそのアンチェロッティ監督になりますって言ってるんでああなんかちょっと期待できるなっていうか、まあ、無難って言ったらちょっと失礼ですけど、うん、まあ安定だよねみたいな。そうそうそう。うん、でその安定がアンチェロッティかっていう感じでもないんだよね。そうなんだろうなみたいな、うん。嫌な感じの安定の監督いるじゃん。はいはい。だ中堅クラブにエメリ就任するみたいなさ。はい。あの感じになるなみたいなさ、うん。一時期のナリエリみたいな感じですね。そうそうそう。うんなんかその嫌な感じの安定とは違うんだよね、うん、なんかちょっと楽しみさが含まれてる安定っていうの、うん、でちゃんと采配ミスした時謝るのもねあれも大事だと思うんだよああそうですね直近だとクラシコでもありましたしそうそうあれでね選手たちもあボスもそういう時あんだみたいな俺らがこれを失敗しない人になろうみたいなさはいそうですねで不満持って帰ってきてさブチギレられ怒られるのかと思ったらさ抱きしめてキスされたらさはい、はい頑張ろうってなる
そうだな、俺だから自分が選手だったら、俺結構自分で考えちゃうタイプだから、はい、ペップとかだってちょっと潰れちゃうかもしれないもんな。もし俺にすごい能力があったとして、プレミアとかでやれるみたいな。はい、自分だったらどの監督の下でプレーしたい？俺結構アンチェロッティトップよ、俺の中で。アルテタかアンチェロッティで俺。そうですね、なんか本当に気持ちよくいい距離感でプレーできるのは、まあ、いや、アルテタ僕ちょっと難しいかもな。あ、本当？やっぱアンチェロッティですね。アルテタは嫌だ。アルテタは、なんだろう、なんか、うん、あんまり合わないかもしれなかったからですね。だから多分、あんまりこう、干渉されるの、あんま好きじゃないっていうか、うん、っていうのはありますけど、逆に僕、まあ、嫌な監督、話しますけど、うん、クロップとかちょっとついていけないと思います、僕は。あ、本当。なんかノリノリになっちゃうと、僕ちょっと静かに行きたいタイプなんで、うん、いや、ちょっとテンション上げられねえな、みたいな。あ、で、こう、それをちょっと本音、相談、いや、ちょっとああいうのやめてほしいんですよねって言っても、あの目の奥笑ってない感じが。うん、俺は一応、アンチェロッティ、まあ、オシムさんは当然だけど、オシムさん、アンチェロッティやれてた、俺ね、トゥヘルとかきついと思うんだよな。いや、トゥエルは難しいですよね。うん、トゥエル、オンザボールぶち切れるみたいな。俺、コンテは結構好きなんだよね。コンテはまだ許せますよね、キャラ。いや、なんかルール決められて、なおかつ怒り方もおっさんじゃん。はいはい。トゥエルなのヒステリックな感じの怒り方だね。どっちなんだろう、わかんないけどね。はい、なんか、洋の時のトゥエルならいいんだけど、インに入った時のトゥエルがきついんだよな。そうですね。エメリだったら、まあ、言われたことをやりながら早く移籍したいなって思ってると思う。いろいろ言ってくるけど、この人のところだともうめっちゃ強いチームには勝てないから、はい、ちゃんとしたとこ行きたいなみたいな。確かになんかアンジェロッティってこう自慢したくなるっていうか、あ、うん、あの、なんていうんですか、俺結婚式呼ぶと思います、アンジェロッティだったら。アンジェロッティ来てる結婚式格上がるね。そうなんですよ。エメリ上がんなそうだもんな。絶対呼ばないですもん。チュールとか呼ばないな。クロップはまあ誘うけど来なさそうですね、うん。クロップ頑張ってる時とかめっちゃ見て褒めてくれると思うんだよな。ああ、そうですね。確かに。ペップはな。でもペップと、まあ経験するのはいいでしょうけど、うん、長くは続かないからって感じになっちゃいますね。あと自分の年にもよるよね。ああ、そうですね。もちろん。はい、うん、俺今の年だったら、森保さんとかが自分の監督だったらうまくやるけど、うん、若い頃だったら鎌田とか堂安みたいになり、あ、もう使わないなら呼ばないでもらっていいですかみたいな、そんな感じになっちゃう。そうですね、うん、うん、そう、シメオネとかは怖いけど、そうだね、歯向かわずに、はいはいはい、分かりましたってなってそう。部活っぽくなっちゃう。部活っぽくなってるし、でもまあシメオネの部活っぽさ好きというか、はい、っていうか、俺親父が超スパルタだったから箸落としてぶん殴られてたから、はい、なんか親父と似てて、あの親父に褒められたいから頑張るみたいな感じだった。あー、ちょっとそれ分かりますね。全然褒めない親父だったから、うん、その親父があのテスト全部満点取った時とか、はい、あのマラソン大会1位とか、うん、なんかそのそういう長距離のなんか学校の選抜が選ばれた時、うん、とか思ったな。でもこのテンションの低い頑張ったなの一言が超欲しいみたいな、はい、うん、いや、わかりますね。すげえわかります。それが締めをね、ありそうだね、うん、うん、あと難しいね、こういうのね。面白いですね、この監督、どの監督がいいかの話。自分が固まってないからね、監督としてね。うん、ジダンとかどうですか？あ、ジダンもいいじゃん。ジダンはね、なんかずっとね、監督だけど、もう、なんか見た目全然違うけど、あのジャイアントキリングの辰巳みたいな感じだった。おー、あの。かっこいいカリスマが監督やってるっていうか。はいはいはい。あの人みたいになれないけど、なりたいな、みたいな。あの人の後ろに並んでたいな、みたいな感じだと思う。はい、なんかジダンとかなると、もうスーパースターすぎて。うん、監督よりもこう選手としての、うん、を見てるわけじゃないですか、プレーを、うん、だからなんかちょっと憧れの目で見すぎて、うんうん、なんかそれが障害になる時あるだろうなっていう。で、ジダンすごいのがさ、はい、監督 の、 あのジダンのさ、ミーティングマドリー CL の時のやつ見たんだけど、はい、もうずっと優しいの。うーん、もうちょっと頑張ろう、あそこはしようみたいなさ、
だから、あの本当選手たちの中でもアイドルであり続けるのよ、ジダンって。監督になっても。はい。それがね、なんかジダンは、計算はしてないだけど、ジダンはジダンってあることを続けられるっていうのかな。うん。分かってるんですね、やっぱ自分のその。だし、まあずっと、そういう、だからそういう体と精神で生まれてきてて、言っちゃえばずっと自然体、だから本当に本物のアイドルってずっと自然体じゃん。うん、ずっとアイドルだなみたいな、うん、作ってるわけじゃなくみたいな、はい、それがもしかしたらジダンなのか。だってジダンってさ、負けてさ、なんだよその采配とかなるけどさ、うん、ジダンっていう人間の格が落ちてない感じしない？そうですね、まあ、ジダンだよなみたいな、うん、なんかだからこそあそこで辞めるのを許されたというか、うん、だからやっぱその栄光のまま監督を終了しますみたいな感じでしたよね、うん、まあその第一次政権の時ですけど、なんかね、こう、そうそうそう、なんだろうね、なんか、それこそさ、日本でもともと大スター時代みたいな感じ、まあ、みんななんないか。だから例えばさ、宮本さんとかランパードとかさ、はい、しっかり格も落ちてんじゃん。そうですね。うん、監督としての失敗が、うん、しっかりなんか格落ちてる感じなんだけど、うん、あれ多分ね、ブランディングの下手さなんだけど、はい、なんかあの選手のせいにしちゃってるコメントとか出してる、うん、あれってやっぱかなり格落ちんだよ。そうですよね。クーマンとかもそうじゃん、はい、クーマンなんてバルサ初めてチャンピオンズリーグ取らした、まあ当時カップだけどチャンピオンズ、はい、そのフリーキック蹴った人なんだよ、うん、なのに今さ、ほんともうさ、雑巾みたいな扱いじゃん、はい、なんです、格がちゃんと落ちてんじゃん、はい、やっぱそういうのってアイドル性の欠如だと思う、うん、あ、もう綺麗な存在じゃないんだみたいな、うん、ジダンってさ、負けたとしてもそこの汚れだけは絶対つけないじゃん、うん、だ品だよね、品、はい、ジダンって 品だわ、うん、品がもうすごい、すごいですよね、もう品格っていう感じの人じゃん、ジダンって。そうですね、いやもうなんかエレガントを形にしたような、まあ、サッカーにおいてですけど、うん、なんかジダンに率いられて下手なプレーできないって思うもんね。あ、そうですね、うん、確かに。そうそうそう。だやっぱ監督の品って大事だね。うん。あ、気をつけよ、生配信で下ネタとか言わないように。そう関係ねえか。今、ジダンの品とその生配信の下ネタのギャップ、落差が激しすぎて。でも俺、いつももうシュアーボ始めてからよぎるよ、もう本当に。めんどくせえと思うときはもう本当に、あ、これは大丈夫かみたいな、シュアボの監督としてはみたいな、誰も気にしてないかもしれないけど、めちゃくちゃその目線ついたわ。おかげで、ああ、おかげでいいかもしれない。シュアボ始めてからの方が YouTube 調子いい気がするのは、それもあるかもね。そういうところの見られ方気にしてるのかもね。そう、どうですかね。迷う、下ネタのラインも変わったしね、これは言って言っちゃうとか。はい。そうそう。そういうので、ジダンとかなんかこの品格がすごい感じるな。もともとは絶対喧嘩っ早い人なんだけどさ、あのマテラッツィの件とかさ。うん、そうだな、でもジダンに率いられたら絶対、あ、うちのボスにはダサいくなってもらいたくないみたいなあるからね。そのモチベーションであんだけ一流選手が揃ってたら、そりゃ3冠取りますよね。3冠っていうか、そうそうそう、3連覇。うん。うん、そうですね。だから、うん、そうだね。だから、まあ、監督のキャラってね、チームのキャラ出るしね。うん。ある程度はね。出ない人もいるけどな。うん。俺、めちゃくちゃ性格悪いけど、選手がめちゃくちゃ性格いいプレイしてる時とかあるもんね。リードしてんのにスローイン拾い行ったりとかさ。そう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 。俺が一番嫌うやつだけど。うん。いや、まあ、ちょっと、そこはあれじゃないですか。なんか、やっぱその、礼儀正しく、っていうのをテーマでやってるんで、うん、それがちょっとこう戦場でも出ちゃうというか、まあだろうね、分けがあれですよね。そうそうそう、うん、この間新加入の選手にそれ怒ってはないけど叱っちゃって、あって思ってる。ああ、今思い浮かべました、そのシーン。近くでいたなと思って。あん時いた。いました、いました。リオさん結構なんか、まあしょうがないですよ、あれは試合中なんで。うんうん、俺もなんか気をつけようと思いました。僕も最初の方は、やっぱなんか、しばらくその実践感覚抜けてると、相手をこう騙すとか、うん、そういうところも含めて試合だっていう認識がちょっとやっぱなくなっちゃうんですよね。うん、それで、こうふと、こうボール、施設で拾ってあげたら、
やっぱちょっと怒られちゃう、まあ、貸したくないのかって言われちゃうっていう、うん、あるんで。そうだね、うん、だからああいう時にさ、俺さめっちゃ自分気遣いだと思ってるんだけど、はい、振り返ってみると、てか優しすぎるなと思って振り返ってみると、あの瞬間怖かったなって時あるもんね。でもまあ本気の時の客観性なくなるよね、やっぱ。そうですね。でもまああれは別に悪く捉える人はいないと思いますけど、うん、そういうなんかさ、やっぱチームのキャラって監督のあれが出るなとか、うん、監督がやってることがチームに出るじゃん。はい。だからまあ結果と関係なく内容で俺監督のこと評価するんだけど、うん、でも出ないのは出ないんだなと思ったりするんだよね、うん、そういう俺のずるさというか、うん、そうそうそう。でも僕はそういうのを結構学びましたよね、レオさんから。なんかそのなんていうんですかね、考え方の違いっていうか、うん、最近レオさんはなんかディフェンスは相手の選択肢を狭めることで、うん、攻撃は味方の選択肢を増やすことって言ってるじゃないですか、うん、それとかもなんかやっぱその言葉があるとないと全然こう違いますし、うんうん、その整理ができてきて、うん、まあ、やっぱ勝つために何をしなきゃいけないかみたいなのがおのずとこう分かるようになってきたっていうか、っていうはずなんだけど、もうぼーっとしてる人もいるから、いっぱい。あんま関係ないのかなと思って、なんかそんな。うん、まあ、でも戦える選手になっていくと、やっぱおのずと自然とそこら辺も鍛えられると思うんですけどね。うん。うん、まあそういうので、まあそうだよね。だってモーリーニョのチームでも悪くないやついっぱいいるしね。うん。みんながこうやってたら嫌だもんね、選手が。でモーリーニョいた頃のマドリーはさ、モーリーニョの化身みたいになってなったの、なんか。そうですね。なんか全部乗り移ってましたね。でもあれ、でもよく考えたらシャビアローソとかやってなかったからさ。うん。ってなるとあれだよね。普通にペペっていうキャラとモーリーニョが出会ってただけだよ、ね。あれがもうかなり増幅させましたよね。そう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 。だペペの元々あった部分がモーリーニョで OK 出されてるみたいなことだもんね。うん。そうですよね。あの、ポルトガル人の2人が。そうそうそう。いや、あの時の暮らしことがひどかったですもんね、本当に。ヘルシーも全員トゥヘルみたいにね、ちょっと狂気的 なんかヒステリックさが出るみたいなさ、そんなわけないもんね。まあ、リース・ジェームスとかね、可愛い顔してるもんね。そうですね、絶対違いますよね。うん、カンテとかもそうだもんな。そうな。その系の選手いないですもんね、チェルシーって。うん。コバチッチとかそうなの？いや、コバチッチも。基本はね、まあ、パワーと知性っていう感じだよね。うん。だから、そうだ、自分が率いられたいのは、ね、だ若い頃はトゥヘルとかペップとか、はい、こう教育してくれる監督。うん。で、年取ったらもう分かってるから、うん、いろいろ言わないでメンタル整えてくれる監督って感じだ。うん。そうですね。うん。そうだね。自分が嬉しいのはそれだな。うん。晩年もう一旗あげたい時のロイ・ホジソンはきついよ。勝つ気があんのかすら分かんないみたいな。そうですね、なんかもう置物として、なんか。そう。何も買えないみたいな。もう名物監督になっちゃってる、ね。うん、でもまあ、同じ柄、全く同じ柄の同じ色のジャンバー着替えてた時に、なんで買えたんだよ、それって思ったら、あっていう。これなんじゃないかっていう。外から見て変わってない時、ロイ・ホジソンは変えてるつもりっていう。うん、あの右サイドのさウィングと右サイドのウィング変えようみたいなのをやってるってことでしょ、ジャンバーっていうのがロイ・ホジソンだったのってあれ気づいたから、うん、それベテランになってそれ見せられるのきついよ。違うわ。そうですね、うん、ベテランになってからクリスタルパレス所属するのきついわ。前のウィングが好き勝手やるチーム、ちゃんとリズムで戦いたいわ。無理ですね。うん、うん、いや、サッカー選手って大変だな。うん。いや、そうだよ。ベテランになってさ、よし、やるぞっつったらさ、うん、もうデンベレとアダマ・トラウェとかフェラン・トーレスが好き勝手だってやってさ、急に前線にね、ちょっと前のチームでうまくいかないんで来ちゃいましたっつってさ、うん、なんか急に契約しに来た人が入ってきてさ。今、そのベテランの話で、それだったらフェルナンジーノとかすごくないですか、シティの。いや、この間もシュート決めてたしね。うん。なんかあんだけ戦術的にやるチームでなんかもう万能選手みたいな、もう右サイドバックのこの間ね、うん、CL でもあれでね、今季いなくなるらしいもんね、今季でね。そうですね、なんか発表してましたね。うん、うん、どうなるんだろうな、地元帰るのかな。
なんかあのフェルナンチーニョとかラームとかこの時期にペップと出会っといて、うん、もう一花咲いたみたいな選手いるよ。はい、そうですね、うん、フェルナンチーニョ、あとはこれだ、まあ、グエロでもそうですかね。いや結構なんか今回面白かったですね、話、うん、ちょっとみんながね引き入られたい引き入られたくない監督論みたいなねやっぱアンチェロって嫌だっていう人いないんじゃないですか、もしかしたら。アンチェロって俺なんならこのアベレージで言うと最高だと思う。そうですね、僕も結構ってか1人だったら分かんないけど3人選べって言ったら絶対入ってくると思う。そうですね、俺長谷川健太さんとか一番嫌だけど、言う必要ないの言ったけどな今最後本当シンプルな嫌だっていうやつを言っただけだね今。いやちょっと日本人監督の話結構控えてたんですけど、そこで話しちゃうとやっぱ一番何誰が嫌かって今考えたらスッと出たね。うん、そうですね、やっぱね優しい無能か怖い無能かで言ったら怖い無能一番嫌だからね。そうです、なんか立てついたらない人に追い詰められるんだよ。そうなんですよ、立てついたらなんかいろんなテーマされてなんか、うん、なんかもう本当に、うん、え、そっちは俺普通にシンプルにシンプル怒鳴りつけだと思ってるけど。ああ、それもありますよね。うん、うん、岡田さんとかは逆に日本中の中だったらいいんじゃない。うん、結構上位ですね。日本中の中だったら岡田さんとか鬼木さんとかもいいけどね。ああ、いいですね。鬼木さんさ負けてる時もさ慌てないでさ、うん、戦術ボード見ながらどうやったら修正こういくかなっていうのを冷静に考えていく。うん、なんかそれが合ってるか外れてるか置いといて、はい、そういうリズムでやってくれる監督っていうのは俺はそっちの方がメンタル安定するんだよ。うん、自分がミスってる時にあーってサイドから言われるよりは、うん、そうですよね、こっちもなんか一生懸命頑張ろうと思いますしね。そうそうそう、こんだけやってくれてたら。うん、うん、だしなんか最近さ、試合後の話で言うと、開始数分でさ、センターバックのパスミスで失点って続くじゃん。毎回ありますよね。そうそう。でも最終的に逆転して勝ってんじゃん、最近。はい。あの時も、うわ、やったなと思ってさ。はい。でもあの時に俺がわーわー言って、立て直そうとか言うとさ、逆に立て直せなくなるから、うん。もう一回ほっとこうと思ってさ。はい。で、なんか立ち直ってんじゃん。はい。ああいうの大事だと思ってんだよ、俺、結構。うん。そうですね、なんか僕らも結構メンタル安定したというか動じなくなりましたもんね。なんか外から見てても全然、うん、あ、まあいつものことだしなみたいな、うんうん、あとはもう身も蓋もないというかあれなこと言っちゃうけど、はい、あの上手い人一人入って上手い人を前から後ろに置くようになったから、うんうん、普通に動じてないっていうその技術で前の得点力が落ちようが後ろに上手いやつを置くっていう、うん、そうそう、で前は別の形の得点力の作り方を今してるからっていうのが、ね、はい、そうですね、結構僕らなんか後半に試合決めること多いじゃないですか、うんうん、だから今季もそんな感じになるんだろうなって思って、はい、いいけどな、うんうん、そうだね、もう今日、ね、もう160センチの、ね、センターバックとさ、はい、そうっていうかなんならもうそれ2枚とかになるからさ、今週の話でいうとさ、はい、160センチの選手センターバック2枚並べて戦いますっていう、うん、結果それの方が安定するっつうんだから、うん、なんか狂気のチームみたいになってるけど別にそんな木をてらったわけでは全くないっていう、だ 、うん、結構そういうことあるだろうね、うん、ペップなんかそれじゃん、はい、別にサイドバック中に入れるの木をてらったわけじゃなくてそっちの方がリスク管理できるし、うん、ウィングの突破力生かせるしみたいな、うん、でもなんかそこまでなんか問題ぶち当たってない外からの人が見ると、サイドバックが中にっていうことになってるんだろうなみたいなのは、まあ、前から思ってたけど、より一層最近感じるよね、自分のチームの現象で。うん、俺も固定概念にあれされてて、でかいやつ後ろに置きたくなったけどさ、うん、結局つなぐサッカーだと、でかいっていうところのあれでやると、それでパスミスして早めに失点したら、うん、メンタル崩れて立て直せないとかあるから。はい、でかいけどサイドバックに使った方がいいなみたいなパターンとかね、なんかそういう、うん、まあ、ちょっと話変わってきちゃうな、ポジション何適正論みたいなのはまた別のところでやる、うん、まあそのシュワボの方も今期でお楽しみにということで、そうですね、頑張ります。はい、というわけで皆さんもまあアンチェロッティの監督、うん、なんだっけ、アンチェロッティが監督のチームに所属したいっていうのはもちろんなんですけど、他にもなんかこの監督は嫌だとか、うん、この監督はいいとか、
まあ、エピソード付きでもし面白い話があれば、ぜひこんな監督は嫌だ。うん、お待ちしてます。戦術ボードが麻雀のやつだみたいな、なんか、なんか今最低、全然クオリティ伴ってなかった。逆に僕の今、あの変なコメントでそれになっちゃってすみません。鉄拳さん、寝ちゃなっちゃった、しっかり切っといて。わ、うん、かりました。しっかりこの箇所はカットしといて。残しますけど。ダメだよ。ダメだ、品格がなくなっちゃうから。そうだ、そうだ。普段はこんなとこ見せないから。そうですね。目指せ次男ということで。次男にはなれないな。今回はこれで終わりです、うん。ありがとうございました。はい。いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。